はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、先日お伝えした通りこちらをご紹介したいと思います。はい、じゃん。 SH フィギュアーズからスーパーサイヤ人4孫悟空、はい、こちらをねご紹介していきたいと思います。はい、ではね、早速中身開封してブリスターの状態ね見ていきたいと思います。はい、ブリスターの状態がこちら。はい、まあ手パーツが多いね。フェイスパーツが3つで、エフェクトパーツで、尻尾と、はい、こういう感じですね。はい、では早速ね取り出してみたいと思います。はい、まず本体ですね、こちら。まあね、一見すると上半身とかはいいんですけれどもね、顔つきも、はい、で髪もいいですね。うん、よくできていると思う。ただなんだろうね、いかんせん下半身が短い気がするんだよななんだろうな、足が短い気がするな。なんだろう、もうちょっとなんか長くした方がいいんじゃないかなと思うんだけどな。まあ、とりあえずちょっとこうガシガシ可動域を調べてみましょう。まあ、足はまあ普通にここまでですね。で足首はこうぐるんぐるん回る。でつま先もね、ここまで曲がりますね。まあ、股関節はまあ開きはこう、あんまいきませんね。でまあ前後といっても前はここまで上がりますね。後ろは行きませんけれども、はい、こういう感じでね、印象的なシーンのポーズが普通にできちゃいましたけれども、はい、でこれはもう一回転しますね上半身は一回転する、まあ、手首もね、手首つか腕ね、腕はここまでいきますね。開きはここまで、はい、まあ首はね、まあ、ボールジョイントなんで、まあ普通にこう動かせますけれども、はい、ではね、ちょっと尻尾をつけてみたいと思います。これ尻尾もね、ボールジョイントになってますね。はい、こういう感じでね、やっぱボールジョイントなんでここまでぐるんぐる回りますね。まあ、好きな位置に固定はできます。はい、では早速ね、顔のパーツをね変えてみたいと思います。はいはい、こちらにやり顔、ちょっとね口角が上がってますね。にやってしてる顔。フェイスパーツの出来はねすごいいいですね。似てる。はい、
もうワンパーツがこちらですね。斜め左上を見ている。うん、これもかっこいいね。こう力を込めて、顔パーツいいね。うん、かっこいい。はいはい。もう一つがね、この叫び顔。叫び顔もいいね。うん、これいいね。でね、髪の毛もね、結構ここのね一部だけこう稼働しますね、こういう風に。うん、うん、はい。ではね、エフェクトパーツをつけたいと思います。まあ、鉄パーツはね、いろいろあるんで、ちょっと試してたらね、うん、かなり時間かかっちゃうんで、まあ、ある程度ポーズを決めてね、うん、エフェクトパーツつけたいと思います。で、エフェクトパーツなんですけれども、カメハメハのねエフェクトパーツ、こういう感じで球状のものが1個ついてまして、そこにねこういうエフェクトを形状ごとに入れていくって感じですね。うん、では実際全部つけてみたいと思います。はい、こちらがエフェクトパーツ。結構いっぱいあるんでね、まあでも長い、こちらのね長い2本以外は全部形状が同じですね。穴の形状が、うん、なのでそこまで迷わずつけれるかなと思います。はい、ではこれをねポーズを決めてみたいと思います。はい、カメハメハを打っているポーズ、こちら。カメハメハ打ってますね。まあ、普通はためのポーズを取る方が合ってるかもしれませんけどね。これだとね顔とかが隠れちゃってるんですけれども、うん、なんかこっちの方がいいかなと思ってね。いやね、フィギュアーツのね、あのスタンドが別売りね、別売りで、ちょっと自分持ってないんですよね。だからちょっとね、こう、ポージングが限られちゃうんですけれども、もうちょっと空中に浮いた感じでね、ちょっとポージング取りたかったんですけれども。はい。これはこれでね、いいかなと思います。はい。うん。まあ、フィギュアーツはね、ほんと、こういう風にね、ポージングいろいろ決めたり、ガシガシして遊ぶアクションフィギュアなんでね、うん。やっぱこう、固定ポーズのフィギュアと比べるとね、どうしてもね、ちょっと見た目がね、ちょっとどうかなっていう感じがありますけれども、うん。まあ、稼働するフィギュアとしてみれば、うん、すごく、いいシリーズだとは思いますけれどもね。うん。はい。ということでね、私のね、こちらの紹介は以上となります。まあ最後はね、ちょっとこの状態でね、回転台座に乗せてお別れしたいと思います。ぜひこの機会にね、チャンネル登録していない方は、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。